福沢諭吉は学問のすすめでスピーチすなわち演説の大切さを説いている。大意はこうだ。文字にすれば面白みがないことでも言葉で述べれば味が出るし分かりやすく人を感動させられる。例えば名家のように。ヨーロッパでは古代ギリシャの時代から スピーチの重要性が広く認識されてきた思想や感情をいかに効果的に伝えるかを追求する学問も発展リーダーには必須の教養だったことに民主主義においてはスピーチが果たす役割は絶大で歴史を動かす名演説も数多く生まれた昔は 自分で原稿を書くのが当たり前だったが今やスピーチライターと呼ばれる専門職が活躍するアメリカでは大統領スタッフとしてホワイトハウスに入り国間運上に欠かせない存在だ影山陽介著スピーチライターその言葉を輝かせられるかは話者次第だが与野党の国会議員が 地元の会合に出る際の挨拶文などを厚生労働省職員に代筆させていた公務員を自身のスピーチライターと勘違いしていないか他の省庁の実態も気になる優れた原稿を巧みに読み上げても公私混同のからくりがあっては聴衆の心に響くい。